駅舎側面、新島駅は、長野県松本市畑赤松にある、アルピコ交通上高地線の駅である、当線の終着駅。駅番号は、AK14。上高地線の開業時は、赤松駅と称していたが、1966年10月に、新島駅へと改称された。白骨温泉、乗倉高原、上高地への玄関口として、バスターミナルの役割も大きい。 島式ホーム一面二線を有する地上駅で直営駅である。駅前に上高地方面へのバスの発着拠点である新島、バスターミナルを併設している。自動券売機を設置し、当駅からの鉄道、バスの片道乗車券を発売している。出発窓口は、バス窓口も兼ねており、一部駅までの貢献乗車券や、 長野や東京都区内など JR 線連絡の乗車券も購入できる。また改札内には生産窓口があり、当駅までの生産のほか、上高地方面へ向かう旅客には、松本からの鉄道、バス乗り継ぎ乗車券も発売する。廃止された旧島島駅方面への線路が西へ数十メートル残されており、車両点検、入れ違い、夜間留置に使われている。 また、出発信号機も撤去されずに残っているが、使用停止状態となっており横を向いている。島式ホームはどちらにも乗り場番号がなく、駅舎側が本線である。松本市統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。旧島島駅舎、畑町観光案内所、バスターミナル窓口アルピコ交通バスの新島島、営業所が併設されており、バスは、 駅前の操車場から発着している。ありがとうございます。